今回は簡単で早い PE ラインとリーダーラインを結ぶ方法を紹介します。では結んでいきたいと思います。黄色がリーダーラインで黒が PE ラインです。リーダーラインを少し出して半分に折り返し輪っかを作ります。次に PE ラインも少し出して半分に折り返し、こちらも輪っかを作っていきます。リーダーラインの上に PE ラインをこのように重ねます。そしてこの時 P ラインの余り端が上側にある方が作業がやりやすくなります。そしてこの交差しているところを親指と人差し指でしっかり押さえておきます。次に P ラインの余り端をリーダーラインの輪っかの2本と P ラインの本線、この3つに10回巻きつけていきます。この時右手の中指を輪っかの中に入れてテンションをかけておくと結びやすくなります。そして巻きつけていきます。この時左手で交差しているところを押さえながら巻きつけていくとかなりやりやすくなります。そして巻きつけているライン同士が重ならないように気をつけながら巻いていってください。重なってしまうとうまく締め込めなかったり強度低下を起こしてしまいます。はい、そして10回巻きつけました。で、左手でこの交差したとこを押さえて、これで手を離してもほどけなくなります。次に P ラインの余り端をリーダーラインの輪っかの中に通していきます。この時 P ライン本線は下から上に通っていってるんで、余り端はその逆の上から下に通していきます。逆にしないと締め込み時に抜けてしまう原因となるんで気をつけてください。次に締め込んでいくので結び目を全体的に唾か水かで濡らします。濡らすことで滑りが良くなるので摩擦による強度低下が起こりづらく、しっかりと締め込むことができるようになります。左手でリーダーラインの2本を持ち、右手は P ライン2本を持って左右に引っ張り締め込んでいきます。途中締め込みづらくなったら右手は P ライン本線だけを持ち、さらに引っ張っていきます。そうすることで結び目が締まっていきます。そしてしっかり締め込むために P ラインとリーダーライン両方の本線を持ち締め込んでいきます。うまく締め込めないとすっぽ抜ける原因となります。締め込めているかどうかの確認は結び目の色が P ライン本線より少し濃くなっているので、それを目安に締め込んでください。色が分かりづらい場合は PE とリーダーライン本線を持ちゆっくりと引っ張ってみてください。これでもしスルスルと抜けていく場合は締め込みが弱いです。もし抜ける場合は余り端を持ちながら再度引っ張っていきます。そしてあとは両方の余り端をカットします。これで10秒ノットの完成です。